ランマランマは日本の建築様式に見られる建具の一種。最高通風、装飾といった目的のために天井とかも糸の間に設けられる開口部材を言う。なお、講義にはランマと表記して洋室などに付けられる回転ランマのように室内通気用部材を言うこともある。ランマ製作。大正時代部屋と部屋との境目や部屋と 廊下や縁側との境目に設けられ、最高、換気、装飾等を目的として、障子、格子、透かし彫り等の彫刻を施した板をはめ込む。乱間にはめ込まれる障子は、乱馬障子、格子は乱馬格子と呼ばれる。奈良時代から自社建築において、最高を確保するために用いられたと考えられ、後に貴族の住宅建築にも用いられるようになり、江戸時代以降には、 一般住宅にも取り入れられた。代表的な産地は富山県南都市稲美地区と大阪府である。稲見彫刻及び大阪蘭館は1975年に通商産業大臣から伝統的工芸品の指定を受けており、大阪蘭館は2006年に地域団体商標として登録されている。回転欄間のように洋室などを含め部屋間に設ける室内通気用部材を ランマと表記することがある。また、ランマと同じく部屋間に設ける室内通気用部材にスライド式のガラリがあり、和室の上などに設けられる。ありがとうございます。